ダグラス・アダムズは、イギリスの脚本家、SF 作家。ファンの間では、バップアドやボブ、もしくは、DNA と呼ばれている。存命中に、全世界で1500万部売れた、銀河ヒッチハイクガイドの作者として知られる。同作品は1978年に、BBC のラジオドラマとして始まったもので、続編も書かれ、テレビドラマ、演劇、コミックス、コンピュータゲーム、 映画などになっている。イギリスのラジオ文化への貢献により、ザ・ラジオ・アカデミーの殿堂入りを果たしている。ファンがバップアドと呼ぶのは、サインが読みにくく、バップアドのように読めるためである。動物や環境保護活動家でもあり、速い車とカメラとアップルマックを愛した。無心論者であり、水たまりが世界を認識したとしたら、 これは、私がいる興味深い世界であり、私がいる興味深い穴は私になかなかうまく、合っている。実のところこの穴はものすごくよく合っているから、私を入れるために作られたに違いない。と思うだろうという有名な言葉がある。生物学者、リチャード・ドーキンスは著書、神は妄想であるをアダムズに捧げ、アダムズの死について、科学は友人を失い、文学は有名人を失い、 マウンテンゴリラとクロサイは勇敢な養護者を失ったと記している。イングランドのケンブリッジに生まれる。3年後に妹スーザンが生まれたが、1957年に両親が離婚。ダグラスとスーザンは母と共に母方の祖父母の住むエセックス州ブレントウッドのスプカの動物シェルターに引っ越した。ダグラスはここで枯草熱とズダが悪化したと言われている。 アダムズの父は1960年7月に再婚し、半分地のつながった妹が生まれている。母も1964年に10位と再婚し、妹と弟が一人ずつ生まれた。アダムズはブレントウッドのプリムローズ、ヒルプライマリースクールに通っていた。6歳の時全寮制学校ブレントウッドスクールの入学試験に合格。同校の卒業生には、ジャック・ストローや、 デイビッド・アービングといった有名人がいる。同級生には、スタッキズムのアーティスト、チャールズ・トムソン、一学年下には、グリフリース・ジョーンズがいた。1959年から1964年まで、準備学校に通い、その午前寮生学校には1970年12月まで、在籍した。学級担任のフランク・ハル・フォードはアダムズについて、 数百人の少年が学校を卒業していったが、ダグラス・アダムズは文字通り群衆の中で目立っていた。彼は異様に背が高く、ややじ意識過剰に見えた。それでも彼を本当に輝かせたのは最高の物語を紡ぐ彼の能力だったと語っている。アダムズは12歳で6フィートの身長があり、最終的には6フィート5インチまで成長した。時計塔の蚊や、 戦没者記念日の課の代わりに、アダムズの下で会おう、というジョークがあったという。彼は担任のハルフォードが作文で10点満点の10点をつけた唯一の生徒だった。アダムズはスランプに陥るとそのことを思い出したという。この学校時代に書いたものも一部は出版されている。例えば、写真クラブの開始ザ・ブレント・ウディアン1962年版、学校誌ブロードシットに掲載された。 ふざけた、レビューなどである。なお、校舎の編集長、ポール・ニール・ミルン・ジョンストンは、後の、銀河ヒッチハイクガイドの登場人物になっている。アダムズは、ブロードシットの表紙をデザインしたこともある。また、1965年には、少年コミック誌、ザ・イーグルに送った手紙と、短編小説が掲載されたことがある。ビートルズとウィリアム・ブレイクを論じた、 宗教史についての発落ツツとした論文で、ケンブリッジ大学セントジョンズカレッジに進学し、英文学を専攻したが、彼がそこを選んだ最大の理由は有名なコメディアンを輩出していたコメディクラブフットライツに参加するためだった。しかし、クラブにすぐに入れたわけではなく、まずウィル・アダムズとマーチン・スミスとで、アダムズ・スミス、アダムズというグループを結成して、脚本を書いて演じることから始め、 根気強く活動したおかげで1973年にフットライツに入会できた。勉強はほとんどしなかったが、3年間で論文を3本書き、1974年に英文学の学士号を取得して卒業した。1974年、アダムズの初期の作品がフットライツのレビューの編集版として b b c にで放送された。そのレビューのある版を、 ロンドンのウエストエンドで上演し、モンティパイソンのグレアム・チャップマンがアダムズを乱すことになった。二人は共同執筆を行うようになり、空飛ぶモンティパイソンのあるエピソードにアダムズの名も表示された。その中のペーシェント・アビューズというスケッチがアダムズの関わったものである。なお、オリジナルのメンバー以外の名が表示されたのは、アダムズ以外にはニール・イネスしかいない。そのスケッチは、 看護婦に腹を刺された男が血を流しながら診察室に入ってくるところから始まる。医師は彼に治療の前に多くの非常識なフォームに記入するよう要,要求する。アダムズは空飛ぶモンティパイソン第4シリーズに2度出演している。アダムズとチャップマンはモンティパイソンとは関係ないプロジェクトでも共同執筆しておりアウトオブザツリーズなどがある。 ラジオでのアダムズの初期作品として、ザ・ワーカス・ウェイや、ザ・ニュース・ハドリーンズがある。また、テレビでは、クレアム・チャップマンと共同で、ドクトル・オン・ザ・ゴーのあるエピソードの脚本を書いた。コメディ脚本家として、生活を成り立たせるのは大変で、アダムズは、病院のポーター、ナヤの建設、鳥小屋の清掃といった、様々な仕事をしていた。カタールの石油一家のボディガードとして雇われたことも、 ある。1979年、アダムズとジョン・ロイドは30分のアニメ番組ドクトル、ストナゲルズの2つのエピソードの脚本を書いた。ジョン・ロイドは、オリジナルのラジオ版、銀河ヒッチハイクガイドの脚本も一部書いており、ザ・ミーニング・オブ・リフやザ・ディーパー・ミーニング・オブ・リフといった本も共作している。2人は、ギネス・ワールド・レコーズをベースにした SF 映画の企画でも協力関係にあった。 この企画は、ジョン・クリーズが国連事務総長を演じ、異星人が運動競技で人類を打ちまかそうとやってくるという話で、人類はギネスブックにあるような馬鹿らしい競技を提案して、異星人に勝つ。ただし、この企画は実現しなかった。銀河ヒッチハイクガイドのラジオ版が好評だったため、アダムズは BBC のラジオプロデューサーとなり、ウィークエンディングやブラック。 シンデレラ2ゴーズイーストといった番組に関わったが、6ヶ月後には、ドクター風の脚本編集に抜擢されプロデューサーを辞めた。銀河ヒッチハイクガイド、銀河ヒッチハイクガイドは、アダムズとラジオプロデューサーのサイモンブレッドが1977年、BBC ラジオ4に売り込んだ SF ラジオドラマのコンセプトだった。アダムズは、パイロット版といくつかのストーリーの概略を、 考え出した。アダムズが銀河ヒッチハイクガイドを思いついたとされているオーストリアのインスブルックでのタオルデー2 0 0 5の様子。小説中でヒッチハイカーの必需品とされているタオルが象徴となっている。タオルデーは2001年、アダムズの死の2週間後に最初に祝われ、その後毎年続いている。アダムズ自身によると、そのアイデアはオーストリアのインスブルックの広場で酔っ払って、 横になり星を眺めている時に思いついたという。ただし、綴りが優しいという理由で、BBC はスペインだったと主張するだろうと冗談を添えている。その時彼は、ヒッチハイカー、S ガイドツーヨーロッパという本を片手に各地を放浪していて、全く話が通じない街にたどり着いた。たりをうろついて、しばらく飲んだ後、彼は広場の中央で眠り、その街の人々と、 コミュニケーションができないことからインスピレーションを得た。なお、何度もこの話をしたため、その時の記憶はもうすっかり忘れてしまって、彼の中で改変された記憶だけが残っているとも語っている。概略はアダムズのオリジナルだったが第一シリーズの最終二話は、ジョン・ロイドに手助けを求めた。ロイドは未発表の自作の SF ジャイギャックスのごく一部を提供した。しかし、 このロイドが提供した部分は、後の小説版や、テレビシリーズには、全く残っていない。テレビシリーズは、ラジオ版の最初の6話に基づいているが、ロイドの寄与した部分は大幅に開講されている。BBC ラジオ4は、最初のラジオドラマを1978年の3月と4月に、毎週1話ずつ放送した。評判が良かったため、追加のエピソードが制作され放送された。 これが一般にクリスマスエピソードと言われている。第2シリーズ5話は1980年1月21日から25日に一夜に1話の形で放送された。このラジオシリーズに関わりながら、アダムズには締め切りを守れないという悪い癖が出てきた。アダムズは決して多作な作家ではなく、誰かに強制されないと書けない方だった。後に、さようなら、今まで魚を。 ありがとうを完成させる際には、三週間ホテルに、缶詰にされている。彼は、私は締め切りを愛している。締め切りが通り過ぎる時のヒューという、飛ぶような音が好きだと述べている。締め切りに追われながら、結局アダムズは五つの小説を書き、それぞれ1979年、1980年、1982年、1984年、1992年に、 出版された。このシリーズは漫画化され、コンピュータゲーム化され、1994年には写真やイラストを添えた版も出版された。後に、アダムズ自身がデザインした42パズルを表紙にした版が出版されている。1980年、アダムズは銀河ヒッチハイクガイド映画化の最初の試みを開始し、ロサンゼルスに何度か行き、 ハリウッドのいくつかのスタジオを訪問し、プロデューサー候補にあった。翌1981年、ラジオドラマをベースとして、BBC が、テレビドラマのミニシリーズザ・ヒッチハイカーズ、ガイドツー・ザ・ギャラクシー全6話を放送。2001年にカリフォルニアで亡くなった時も、彼は1998年に映画化権を購入したディズニーと映画化の話を進めていた。2005年の映画は、 アダムズの死後に、ケリー・カーク・パトリックが書き換えた脚本に基づいて2003年9月に制作が開始されたものである。ラジオプロデューサーダーク・マックスは、ヒッチ・ハイクシリーズの3作目の小説をベースとして、ラジオドラマの第3シリーズを制作する件を1993年、1997年、2000年の3回、アダムズと相談している。彼らはまた、 三部作を構成する五作品の最後の二作をラジオドラマ化する可能性についても漠然と議論した。映画と同様、このプロジェクトもアダムズの死後に実現した。ラジオドラマの第三シリーズは BBC ラジオ4で2004年9月に放送され、後に CD 化された。宇宙クリケット大戦争をアダムズ自身が朗読した録音が残っていたため、 アグラジャグの声はアダムズ自身のものが使われている。さようなら、今まで魚をありがとうとほとんど無害から、ラジオドラマの第4及び第5シリーズが制作され、2005年5月と6月に放送され、後に CD 化された。最終シリーズの最終話の最後は、ダグラス・アダムズの銀河ヒッチハイクガイドの最終回は、 愛情を込めて作者に捧げられるという言葉で終わっている。ダークジェントリーシリーズダグラス・アダムズ1985年のマーク・カーワー・ディーンとのマダガスカル旅行から、その後ラストチャンス 2C として結実した一連の旅行の合間に、アダムズは新たな登場人物を使った長編小説を2編書いた。1987年に出版されたダークジェントリー。 s エスホリスティックデテクティブエージェンシーについてアダムズは、幽霊、ホラー、マイナス探偵、タイムトラベルマイナス恋愛コメディ女子誌の一種で、泥と音楽と、両子力学を主題にしていると説明している。アメリカでは、熱狂的な書評が見られた。自身が脚本を書いた、ドクター風のエピソードのアイデアの一部を使っている。翌年、続編のザ・ロングダークティー、タイム・オブ・ザ・ソウルを出版。 しかし、書評では一作目ほどの評価は受けなかった。ドクターフー1978年、アダムズは、銀河ヒッチハイクガイドラジオ版のパイロット脚本を、ドクターフー制作班に送り、ザ・パイレート・プラネットの脚本を依頼された。またもっと以前にドクトルフーザクリカッテメンという映画用脚本を送ろうとしたこともあり、それが、後の宇宙クリケット大戦争のベースになっている。 アダムズは1979年のシーズン17で脚本編集として関わった。そして全部で3つの話の脚本を書いている。アダムズ原作のエピソードはアダムズがノベライズを許可しなかったため小説化されていない。アダムズが出版社に対して通常より高い原作量を要求したためだという。アダムズはドクター風の自分が書いたエピソードや 脚本編集として関わったエピソードで、内ちはけのネタとして、議員がヒッチハイクガイドに言及することを許していた。また、ドクター・フーのその後のシリーズでもヒッチハイクガイドへの言及があり、最近では2007年に42というサブタイトルの話があった。逆に、ヒッチハイクガイドの小説に、ドクター・フーへの言及が少なくとも1箇所ある。宇宙クリケット大戦争で、 主人公二人がローズクリケットグラウンドのピッチ上に突然現れる。その時のラジオのコメンテーターの反応がドクター風の1965から66年の第8話ザ・ダーレックス・マスター・プランでドクターのターディスが同じクリケット競技場に突然現れた時のコメンテーターの反応と告示している。シャダとシティ・オブ・デスの要素はアダムズの小説ダーク・ジェントリー。 S エスホリスティックデテクティブエージェンシーにも再利用されており、ダークジェントリーはドクターと同じプロット上の役割を担っている。ビッグフィニッシュプロダクションズは後にシャダをオーディオドラマとしてリメイクした。これに一部アニメーション化したイラストをつけたものが2003年に BBC のウェブサイトでインターネット放送され、その後 CD2 枚組として発売された。 2005年12月10日には BBC7 がデジタルラジオで放送している。なお、リチャード・ドーキンスを後に妻となるララワードと引き合わせたのはアダムズで、ララワードはドクター風に出演していた女優だった。アダムズは学生時代にドクトルウィッチと題した脚本を書いて舞台を上演したことがある。アダムズは左聴きながらギターを弾き、 生涯に24本の左利き用ギターを収集した。1960年代にポール・ウィキンスからピアノとギターを習った。ウィキンスはポール・マッカートニーのバンドでピアノを演奏していた。ビートルズ、ピンク・フロイド、プロコル・ハルムの三社はアーダムズが大きな影響を受けたアーティストである。ピンク・フロイド元々のラジオ版、銀河ヒッチハイクガイドでは、 ピンクフロイドの曲が直接使われていた。主人公達が異性の地形を調べているとき、ロボットのマービンがピンクフロイドのクレイジーダイヤモンドをハミングする。これは CD 版ではカットされている。また、ノンフィクションのラストチャンス 2C ではフクロウオームの立てる様々な音をピンクフロイドと比較している。アダムズの公式の電気の題名は、 ピンクフロイドの曲 Wish You Are Here にちなんでいる。アダムズはピンクフロイドのギタリストデビッド・ギルモアとは友人でアダムズの42歳の誕生日にピンクフロイドのコンサートにゲスト出演者として招待されギターを弾いて演奏に参加した。ピンクフロイドの1994年のアルバムザ・ディビジョンベルのタイトルはアダムズが収録曲の歌詞から選んだ。ライナーノートにも アダムズの名がある。また、ギルモアは、アダムズの追悼式で演奏している。宇宙の果てのレストランに登場する、ロックバンド、デザスターエリアはピンク・フロイドがモデルであり、銀が一大きな音を立てるロックバンドというだけでなく、あらゆる騒音の中でも一番うるさいバンドとして描かれている。デザスターエリアは、ステージ演出として、宇宙船を太陽に突っ込ませるのだが、 これもピンクフロイドのステージの派手な演出が発想の元になっていると見られる。また、ピンクフロイドには、セットザ・コントロールズ・フォー・ザ・ハート・オブ・ザ・サンという曲がある。プロコル・ハルム・アダムズは、プログレッシブロックバンドプロコル・ハルムのメンバーゲイリー・ブルッカーの友人だった。アダムズが開いた、ホームパーティーにブルッカーがよく来ていたという。ある時、そのホームパーティーでブルッカーが、ヒット曲、 青い影をフルコーラス歌ったことがある。ブルッカーはアダムズの追悼式でも演奏している。アダムズはブルッカーのステージに登場し、インヘルドとウィス・イン・アイの演奏に参加したことがある。アダムズは執筆中に音楽をかけていたが、時折その音楽に執筆内容が影響されることがあった。プロコル・ハルムのアルバムグランドホテルの表題曲がかかっていた時、曲の途中で、 突然大音響のオーケストラになり、一体何が起きたのかと思った。私はその背後に何があるのか考え続けた。そして何かフロアショーのようなものが進行しているように思えた。何か巨大で波外れた。そう、例えば宇宙の終わりのようなもの。こうして宇宙の果てのレストランのアイデアが生まれた。ダグラス・アダムズ、プロコル・ハルム・アット・ザ・バービカンその他の音楽との関わり。 アダムズは影響を受けた音楽やミュージシャンについてよく本の中で触れている。ヒッチハイクガイドシリーズでは、銀河ヒッチハイクガイドでは、ネズミのベンジーとフランキーが究極の答えに適した質問として、人間が歩く、道の数はいくつを思いつく。これは、ボブ・ディランの曲、風に吹かれての一節である。また同作で、 黄金の心号のコンピュータは二つの核ミサイルから逃れられず危機に陥った時、You'll Never Walk a l o n e を歌い出す。このロジャースハマースタインの曲は、回転木馬というミュージカルの曲で、イギリスで1960年代にヒットした。その後、サッカーファンが歌う定番の曲になり、ピンク・フロイドもアルバム、おせっかいに収録された、フィアレスの途中に挿入している。 黄金の心という宇宙船の名称自体も、ニール・ヤングの曲名に由来している。二作目の、宇宙の果てのレストランは、ポール・サイモンの1980年のアルバム1、トリック・ポニーに捧げられている。アダムズはそのアルバムを執筆中に常にかけていたとしている。四作目、さようなら、今まで魚を、ありがとうでは、アーサー・デントが、ダイアー・ストレーツの LP を聴いているが、 アダムズはそのギタリストマーク・のプラーに権威を表している。作中では曲名は明記されていないが、アダムズは後にアルバムメイキング・ムービーズに収録されたトンネル・オブ・ラブだと明かしている。ほとんど無害では、フォード・プリーフェクトとアーサー・デントが入ったバーで、エルビス・プレスリーらしき男が歌っているのを発見する。ロック以外にもアダムズは、 ヨハンゼバスティアンバッハの作品を賞賛しており、ダークジェントリー、S ホリスティックデテクティブエージェンシーに、それが現れている。アダムズは、モンキーズのマイクネスミスとも友人だった。1990年代に、銀河ヒッチハイクガイドを映画化する話があったが、その時のプロデューサーが、ネスミスだった。アダムズは、ビートルズのファンでもあった。宇宙クリケット大戦争では、 ポール・マッカートニーに言及し、ほとんど無害や、ダーク・ジェントリー、エス・ホリスティック・デテクティブ・エージェンシーでは、ビートルズの詩や曲名を引用している。例えば次のようにセリフ全部が、ビートルズの曲名という一節がある。ザ・サーモン・オブ・ダウトでも似たようなことを試みている。アダムズは、スティーブ・メリッキと共に、銀河・ヒッチ・ハイク・ガイドの、インタラクティブ小説版コンピュータゲーム h h g G を制作し、インフォーカームから1984年に発売した。1986年には、ルーカス・アーツのゲームラビリンスのための一週間にも及ぶブレインストーミングに参加した。その後、再びインフォーカームのビューロクラシー制作に参加しているが、特定の小説を原作としたものではない。1998年にサイモンシュスターから発売された。 コンピュータゲームスターシップタイタニックの制作にも関わった。アダムズがゲーム本体の制作で忙しかったため、テリー・ジョーンズが付随した本であるダグラス・アダムズ S ・スターシップタイタニックを書いた。1999年4月、H2 グラム2という協調型執筆プロジェクトを立ち上げた。これは銀河ヒッチハイクガイドを実際に作ってみようとする実験であり、 インターネットにおける集団的知性を利用する試みである。1990年、テレビのドキュメンタリー番組ハイパーランドの脚本を書き、出演した。トム・ベイカーは、かつてのマイクロソフトオフィスで採用されていた、アシスタントあるいは失敗に終わったマイクロソフトボブのようなエージェントとして登場している。テッド・ネルソンとのインタビューでは、ハイパーテキストの利用に関して話している。 アダムズがハイパーテキストを発明したわけではないが、かなり初期からのハイパーテキスト支持者だった。なお、ティム・バーナーズリーがハイパーテキストの考え方を使った HTML を考案したのもこの年である。アダムズは自身を求心的無心論者だとし、不可知論者ではないことを明らかにするために、求心的とつけていると述べていた。アメリカン AC スッツに対して彼は、 交渉することで説明が楽になるとし、さらに重要なことは、彼が本気だということが伝わるのだと述べている。私は、神がいないと確信していると彼は言う。それにもかかわらず、人類の様々な出来事への宗教の効果のため、彼は宗教に関心を持ち続けた。私はそれをつついていじるのが大好きだ。長年それについて考え続けたので、私が書くものには、 その影響が出ているはずだ無心論者でもある。リチャード・ドーキンスは著書、神は妄想であるの中で無心論の議論の霊賞として、アダムズの影響を最後まで利用した。彼は冗談めかして、アダムズのことを、おそらく私が唯一無心論に回収できた人物だとしている。 この本はアダムズに捧げられており、アダムズの妖精が隠れていることを信じなくたって庭は十分美しいじゃないかという言葉を引用している。アダムズは環境保護活動家でもあり、いくつかの絶滅危惧種の保護活動を行っていた。例えば、ノンフィクションのラジオ番組ラストチャンスツーシーでは、動物学者マーク、カーワーディーンと共にフクロウオウムや様子交換イルカーいるかといった、 希少誌を見に行き、1990年には同名の本も出版している。あやいや、コモドドラゴン、ゴリラ、サイなどの現状と保護を現地取材して述べており、この書籍と BBC の4シリーズに基づく CD2 枚組がザ・ボイジャー・カンパニーとして1992年に出ている。アダムズとマーク・カーワー・ディーンはラストチャンス 2C でゴリラに会いに行ったことから、 ザグレートエーププロジェクトという本にも関わった。これは1993年により大きなプロジェクトとして始まったもので、人類とそれ以外の大型類人へを倫理的に同等に扱うことを要求することを目的としており、パオラ・コバリリーとピーター・シンガーが編集を行った。1994年にはイギリスの慈善団体セーブ・ザ・ライノのためにサイの着ぐるみを着て、 キリマンジャロ登山するというイベントに参加した。この登山には様々な人々が参加し、サイの着ぐるみを交代できた。アダムズが来たのは、登山が始まる前のキリマンジャロの麓まで行く道中のことだった。このイベントで10万ポンドの募金が集まり、ケニアの学校とタンザニアでの黒サイ保護活動に寄付された。アダムズは、 ディアン・ホッシー・ゴリラファンドの熱心なサポーターでもあった。2003年以降、セーブ・ザ・ライノは、アダムズの誕生日の頃に、毎年ダグラス・アダムズメモリアルレクチャーを開催し、収益を環境保護活動に使っている。これまでの講演者は次の通り、アダムズは、テクノロジー全般のファンでもあった。 彼がワードプロセッサーを初めて買ったのは1982年だが1979年には購入を検討し始めている。後に語ったところによれば1982年までは専門用語の超えられない障壁が立ちはだかっていたという。どういう概念が背後にあるかもわからないそれらの単語が前後に飛び交っていたという。1982年に最初に購入したのは ネクサスという機種だった。1983年、ジェーン・ベルソンと共に、ロサンゼルスに出かけたとき、DEG のレインボーを購入。その後もアプリコと、BBC ミクロ、タンディセント次々に購入。ラストチャンス 2C ではザイ,イールに来た白菜を探しに、行ったときに、ケンブリッジ Z88 を持って行ったことを、語っていた。死後に出版された。 ザ・サーモン・オブ・ダウトには、アダムズがテクノロジーを主題に書いたエッセイがいくつかあり、マクザー氏向けの記事やインデペンデント指導用版向けの記事も収録されている。それらによると、アダムズが最初に目にしたコンピュータはコマド PT であり、アップル・マッキントッシュを愛好するようになったのは、1983年にマサチューセッツ州のインフォーカーム本社で目にしたことがきっかけだったという。 アダムズは1984年の登場当初から死去する2001年までマッキントッシュユーザーだった。各作品には執筆に用いた機種やソフトを明記していた。イギリスで最初に Mac を購入したのはアダムズだと言われている。アダムズはアップル社が認めたアップルマスターの一人だった。アダムズは娘を撮影したビデオを初期のイムビで編集して、 ロック音楽のミュージックビデオを制作している。このビデオは今もアダムズのモーブルミーのホームページに掲載されている。douglasadams.com のフォーラムには4月26日に MacOS 10についてインストールを夏まで待つつもりだったが負けてしまい、先週やってしまった。慣れるまでしばらくかかるし欠点はある。しかし、素晴らしい。 完全に惚れ込んでしまったと述べたのが、アダムズの最後の投稿となっている。アダムズは、電子メールをかなり初期の頃から使い始め、インフォーカウムによる、コンピュータゲーム版、銀河ヒッチハイクガイドの制作で、スティーブ・メリッキとのやりとりに使っていた。1993年、ニューメキシコに住んでいた頃新たな電子メールアドレスを取得し、ユスネットのニュースグループオルト、ファン、 ダグラス・アダムスに投稿し始め、時にはコンプ、シス、マックにも投稿した。彼の投稿の多くは Google によって保存されている。本人かどうかを疑われることが多かったため、自身のウェブサイトにメッセージフォーラムを作ることになった。2001年4月、アダムズはサンフランシスコで開催された組み込みシステムに関する主要な技術会議の一つ、 エンベデッドシステムズコンファレンスの基調講演を行った。彼はその講演でテクノロジーが日々の生活でどのように役立つべきかというビジョンを説明した。1980年、アダムズは当時夫と別居中だった小説家サリー・エマーソンと恋に落ちた。後に宇宙クリケット大戦争をエマーソンに捧げている。エマーソンは1981年には 夫の下に戻ったが、その夫ピーター・ストザードは、アダムズのブレントウッドスクール時代の同級生であり、後にタイムズ氏編集者となった。間もなく友人の紹介で、ジェーン・ベルソンと出会い、恋愛関係になった。1980年代中頃の彼の著書の著者紹介欄で、彼はイズリントンに女性弁護士とマッキントッシュと共に住んでいると書かれていたが、この 女性弁護士がベルソンである。1983年、銀河ヒッチハイクガイドの映画化の話があったため、彼らはロサンゼルスで同居し、アダムズは脚本を書いていた。しかし映画化の話がなくなり、二人はロンドンに移住。その後別居したこともあったが、1991年11月25日に結婚。百九十四年六月に娘が生まれた。 1999年、ロンドンからカリフォルニア州サンタバーバラに引っ越し、アダムズが亡くなるまでそこで過ごした。その後、妻と娘はロンドンに戻っている。ロンドンのハイゲート墓地にあるダグラス・アダムズの墓2001年5月11日、新近高速によりアメリカが衆国カリフォルニア州、サンタバーバラ近郊モンテシートの自宅のジムにて救世。49歳没。 気づかないうちに、感情動脈が徐々に狭くなっていたことが原因である。5月13日にハービームのカレッジの学位授与式でスピーチする予定だった。葬儀はサンタバーバラで5月16日に取り行われた。その後仮葬され、遺骨は2002年6月にロンドンのハイゲート墓地に埋葬された。当時、BBC のラジオ、ザ・ヒッチ・ハイカー、S ガイド・ツー・ザ・フューチャーの 最終エピソード放映の一週間後であり、映画版銀河ヒッチハイクガイドの脚本を執筆中であった。生前最後に人前に登場したのは、カリフォルニア大学サンタバーバラ校で行われた、パロッツ、ザ・ユニバース・アンド・エブリシングと題した公演で、生前に録画された最後の映像となっている。この公演を文章に起こしたものもある。2001年9月17日、 ロンドンのトランファルガー広場に面した境界線とマーティン・ザ・フィールズで追悼式が行われた。その模様は BBC がウェブ上で生中継した。そのビデオは今も BBC のサイトからダウンロード可能である。2002年5月、少年時代の投稿やエッセイ、短編小説、未完となった作品ザ・サーモン・オブ・ダウトの一部、リチャード・ドーキンスやスティーブン・フライの追悼文、 クリストファー・サーフの追悼文、テリー・ジョーンズの追悼文を収録した作品集ザ・サーモン・オブ・ダウトが出版された。出版前に偽のレビューがいくつかベアマゾン・ドット・コムに掲載されるなどして話題となった。ザ・サーモン・オブ・ダウトは未完の長編小説で元々はダーク・ジントリーシリーズの一作となる予定だったが銀河ヒッチハイクガイドシリーズの6作目のようになっていた。 死後、銀河ヒッチハイクガイドが映画化され、2005年に公開された。信仰の深かったリチャード・ドーキンスは、2006年に出版した著書、神は妄想であるを検定した。また、アルテミス・ファウルシリーズの作者応援コルファーが、遺族公認の銀河ヒッチハイクガイドシリーズ6作目とされる、アンド・アナザー・シングを2009年10月12日に出版した。 1998年に発見された小惑星が銀河ヒッチハイクガイドの主人公の名前アーサーデントから18,610アーサーデントと命名された。また、そのカリフ号が 2001DA42 である小惑星が2005年に25,924ダグラサーダムズと命名されている。死後、2003年にニックウェーブにより公式の電気。 ウィッシュ・ユー・ワー・ヒアが出版された。MJ シンプソンによる、電気、ヒッチハイカー、A Biography of ダグラス・アダムズも出版されたが、両者の打ち合わせによりウェブは、アダムズの人生について、シンプソンは作品について、焦点を絞っている。ニール・ゲーマンによる、d o トパニ a ク、ダグラス・アダムズザ・ヒッチハイカー、S Guide to the Galaxy は、1988年に、 銀河ヒッチハイクガイドの公式ガイドとして、ドントパニック、ザ・オフィシャル・ヒッチハイカーズ、ガイド・ツーザ・ギャラクシー・コンパニオンのタイトルで出版され、1993年に、デビッド・ケー・ディクソンにより加筆されて、現在の名称で出版され、2003年には、蒸気電機の作者である、MJ ・シンプソンにより改訂、出版された。映像では、Life, The Universe ダグラス・アダムズというドキュメンタリービデオが2002年にリリースされている。BBC からは2004年にアダムズの関わった作品を集めたダグラス・アダムズ・アット・ザ・ BBC が CD3 枚組で出された銀河ヒッチハイクガイドシリーズダーク・ジェントリーシリーズありがとうございます。